はい、皆さんこんにちは。ヒロンガです。というわけでですね、今回はですね、右上をよく見てください。なんとヘルが減ってる。前回の動画を見てくださった方ですね、おそらく僕も曖昧なんですが500万か600万ヘルぐらいあったはずなんですけどね、お金がなくなっちゃいました。原因これな。はい、というわけでですね、魔装石の方がですね、多いじゃんっていう感じのヘルになってしまいました。この際なくなってしまったものは仕方ないので検証していこうと思います。プレイされてる方ね、皆さん同じだと思うんですけれども、こういう風にね、装備にイノセントで、ヘル増加をつけて、それをね、何キャラかね、余った分だけつけて、セラフィーヌの一突したものとか、ゼニス系の一突したものとかですね、いない方はですね、盗賊をですね、突7させたものをですね、入れてね、ヘルゲートを使うと思うんですけれど、今回の動画は、全くイノセントとセラフィーヌとかを使わないでどれくらい稼げるか、そして使ったらどれくらい稼げるかを検証していきたいと思います。はい、それではヘルザクザクゲートということですね。うわ、この下の方なんか全然やんないもんな。はい、じゃあね、メンバーはですね、こちら。じゃあ検証になりません。まずね、初日なので全く関係ないこのメンバーで行ってみたいと思います。ただ単に武器熟練度を上げたいっていうだけのメンバーになっております。もちろんフレンドの方も必ずね、セラフィーヌとかですね、ゼニスキー入れないでですね、全然プラスにならないメンバーでいきたいと思います。実は半年ぶりなんですよね。このレベル1がですね、ゲート1がどれくらい稼げるかも覚えてないし、しかもあれだな、よく見たらあれですね、2ステージしかないんだ、少な。はい、というわけでですね、ゲート1のヘルがですね、約1万1000ヘルになります。この調子でね、どんどんサクサクいきましょう。いや、ステージ2になると3つバトルがあるけど、お金はこんなもんなんですね。ポン、1万3000ヘルぐらいっていうことですね。はい、こっからサクサクいきたいと思います。はい、というわけで残りの1回になってまいりました。まさかの音楽が取れてなかったんですいません、後乗せになっております。さあ、果たしてね、全部のヘルゲートを通常の何もない状態で稼いだらいくらになるか気になるところですね。さあ、結果見てみましょう。はい、75万8406ヘルということでですね、毎日ね、すべてのゲートを鍵使わずやったらね、約75万は稼げるってことですね。ぜひぜひね、これ毎日やんないと追いつかないですね。ただただね、これだけでは終わりませんのでね、早く明日になーれー。はい、おはようございます、ヒロンガです。というわけでですね、やっていきましょうってことで、ちょっと準備がありましたね。せっかく最大を目指すので、まず暗黒会議の方行きたいと思います。これでヘルを 1.5 倍に。うわ、反対を、やばい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 。あ、今の可決？多数決だったら完全に反対じゃん、これ。はい、それではですね、ヘルが 1.5 倍になりました。キャラクターも揃えました。そしてですね、イノセントの方も装備させました。行ってみましょう。なので、キャラクターもつけたし、イノセントもつけたんで、だいぶね、お金はもらえるんじゃないでしょうか。と、期待 !25,309 ってことですね。2倍以上いってますね。2倍以上ってことは、これは全然さっきの前回の75万よりもっと上になりますね。それではね、結果の方を見ていきましょう。一気にやっていきたいと思います。はい、すべて終わりました。残り1分しかですね、経験値いってじゃない、やヘルの 1.5 倍がないんで焦ってますけどね。もうね、始まってればね、大丈夫ですからね。残り1秒でもステージさえ始まればちゃんとね、会議の効果は出てますので、ご安心ください。それではですね、結果の方を発表していきたいと思います。じゃーん、なんと 86,583 ヘル。そしてですね、すべての合計が209万ヘルということでですね、だいぶ稼ぎました。ありがとうございます。ついでに言いますと、アップデート前で僕実は、ね、ランク133が134だったんですけれど、今ですね、シュラのですね、手元の携帯がですね、シュラノーマルのですね、ステージ7まで来たんですけれど、もうすでに141ランクになりましたね。ほんとシュラモードのね、ランク経験値がめちゃくちゃ多いのでですね、ぜひぜひね、シュラモードとかもね、イベントもね、楽しみながらね、ディスガイをみんなで盛り上げていければなと思います。だけどですね、今回のヘルの検証結果はですね、約、ノーマル状態だったら全てクリアすると75万。そして、イノセントとか、キャラクターをね、きちんとつけると、なんとなんとのですね、209万ヘルが稼げるということですね。ですね、フレンドの方ですね、60% とか 62% っていう方とかもいますので、本当にね、ご協力ありがとうございましたって感じで使わせていただきました。ね、ぜひぜひね、イノセントのヘルとかね、新しいアイテムの方もね、出てきましたので、ぜひぜひ皆さんでね、盛り上げてね、どんどんね、レジ回らしてですね、いっぱいね、取っていただければなと思います。
それでは今回の動画はこちらでおしまいになります。ツイッターのフォロー、フォローバックの方がしますので、ぜひぜひよろしくお願いいたしますね。リスガイ RPG のツイートされてる方、基本的に時間がある時なんですけどね、最近ちょっと忙しくて見れないんですけど、見てる時はですね、見てですね、いいねつけていきたいなと思っておりますので、ぜひぜひね、ツイッター上でもいいのでね、上げてみてください。でそれでね、みんなで繋がっていければなと思っております。もうディスガイア RPG のツイッターの人本当にすごい人ばっかりなので、もうすげえですって感じとかね、あとね、僕もこういう時代あったなーっていうか、懐かしいですって感じでコメントするとですね、心よく返してくださる方がいたりとかですね、動画をね見てくださっている方もいたということで、本当に本当に楽しく過ごさせていただきましてね、仲間がいるってことはすごく嬉しく思っております。それではね、次回の動画でまた会いましょう。またね。